ご紹介いただきありがとうございます。アメリエフの山口です。もう一応オンになります。もう一つがこれだ。こっちが音が大きくなる方の。なるほど。聞こえますね、はい、よいしょ、はい。アメリエフの山口と申します。とてもプレッシャーのかかるご紹介、どうもありがとうございました。私、簡単に自己紹介だけさせてください。アメリエフ株式会社は2009年に始まった会社なんですが、私自身はもともと学部時代は化学をやってました。生化学をやってまして、で趣味で、パソコン、コンピューターをやっていました。で子供の頃から家にコンピューターがあったっていう恵まれた環境でもあったんですけれども、大学に入ってバイト、アルバイトを始めて、でバイト代の半分は秋葉原でパーツ買って、でコンピューター組み立てて、で当然、当時は Windows がない時代だったので MS-DOS という OS で、カチャカチャコマンドを打ってました。で、その時代のパソコンで何で遊ぶかというと、ゲームはあったんですけれども、プログラミングやったり音を鳴らしたりとか、そういったことをやってました。なのでコンピューターにはもともと趣味の方で馴染みがありました。で、大学ではそういうバイオ、化学とバイオをやったと。で2000年になって、理化学研究所というところで遺伝子 の, あのデータ解析 の, あのお仕事をやらせていただきまして、でその後、博士号が必要だなと思って大学院に入り直しまして、結果博士号は取れなかったんですけれども、でビジネスの方が面白くなったので、今は、ビジネスの世界で研究のお手伝いをする仕事をしています。バックグラウンドとしては化学と、コンピューターと SNP 一塩基多系という遺伝統計解析の分野になります。で、遺伝統計解析で SNP を扱っていますと、一塩基多系を扱っていますと、手法としてはマイクロアレイをずっと使ってたんですが、最近はジェダイシーケンサーで2008年ぐらいからですかね、ジェダイシーケンサーで直接読んで、で多系を見つけて、でそこで解析するという手法が一般的になってきましたので、ゼダイシーケンサーのデータ解析も一緒にやっていると、そういう状況です。で、もともとは多系解析だけだったんですが、発現解析 RNA シークとか、クロマチン免疫自己法チップシークとか、他にもメチル化とか、いろいろな手法が出ていますので、そちらも合わせて会社としては取り組んでいるということになります。で、実習なんですけれども、まずですね、講義内容目次ですね、皆さんお手元に資料はあるんですよね、きっとね、はい。で、ファイル形式のご紹介と、データの可視化についての話と、データのクオリティコントロールというかチェックと、でマッピングとアセンブルと、お話していきます。で資料の見方、黄色く、背景があるものは実際にコマンドです。コマンド打ってるところです。はい。で、ご参考まで聞きたいんですが、もうすでにゼダイシーケンサーを使ってシーケンシングをしていると、ウェットのアプローチからシーケンシングしているという方はどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。半分近くいらっしゃいますかね。で、さらにデータ解析までやっているという方ってどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ちらほらいらっしゃいますね。ありがとうございます。ご存知の方も多いかもしれませんが、データ解析にはオープンソースのソフトウェアが大量に出てます。で、今回のお話の中ではオープンソースの無料で皆さんが手に入る、入手できるソフトの紹介です。優勝ソフトもいくつか出てますけれども、今回は無償のオープンソースだけに絞ってます。で、NGS 業界でよく使われるファイルですね、ファストQファイル、ファスタファイル、はい、ACGT の塩基の配列にクオリティをつけたファスタQファイルと、マッピングされた結果のサムファイルで、それをバイナリ化したバムファイルで、多系一覧の VCFと、ベッドファイルとファスターファイルがあります。もうすでに、お手元のバーチャルマシンの中に入っていると思います。で、実際にシーケンサーから出力されるリード情報があります。で、早速皆さんに手を動かしていただきたいんですが、で、ログインしていただいて、はい、アメリエフディレクトリに入っていただいて、もうちょっと上に来るようにした方がいいかな、この辺に来るようにした方がいいですかね。はいはい、はい、Linux のコマンドは皆さんもう習ってバリバリできるぜっていうレベルに達していますよね。いますよね。はい、よくわからないという方がいましたら遠慮なくご質問してください。
まあ、ログインしまして左側のこのターミナル画面をポチッと押すとこういう画面が出たと思います。まあ、こんな何もない状態で出たと思います。で、LL とやるとファイルの一覧がタイムスタンプ等々ついて出ます。正式なコマンドは ls スペース -l ですけれども ll というふうに省略もできると。でその中に複数のディレクトリが Windows ではフォルダーと言いますが Linux の世界ではディレクトリと言っていますと。でいくつかのディレクトリがあるうちのアメリF ディレクトリですね。で R まで打ってタブキーを押せば保管されますよね。覚えてますか？多分習ったと思うんですけども、はい、でその Linux の講師の中田と先生だったと思うんですけどね、はい、ですよね。中田先生から習ったかと思います。はい、中田先生とは実は2000年ぐらいからの長い付き合いです。長く飲み友達なんですけども、はい、まあ、業界狭いので知り合いだらけなんですが。で、アメリフの DF に入っていただくと、さらに LS すると3つありって、この中の NGS というディレクトリの中にいくつかファイルがあります。これがファストQファイルですね。お手元の資料の、よいしょよいしょ、手元のよよよよ、はい、このコマンド打ってみてください。レスでファイル名、どの4つ6ついくつかあるファイルどれ指定しても結構です。6つか、6つあるファイルどれを指定しても大丈夫です。 LESS スペース1K の ERR038793 アンダースコア1ファスト Q 土地とやると、文字がざーっと出たと思います。1行目アットで始まる、行からなってますね。で、4行で1つの時代シーケンサーが読んだリードになります。でアットで始まる行がインデックス行ですね、 ID 行で、2行目が ACDT の配列で、延期配列で、3行目が、これも同じインデックス行、プラスで始まるインデックス行です。1行目と一緒です。なので省略も可能です。で4行目が、クオリティ値です。インデのクオリティです。でこの4行で 1セット1リードで、これが、今時のジェダーシーケーサーです と、10億リードとか出ますけど、つまり10億リードのデータが出るってことは ×4 なので40億行のファイルですね。普通に考えても50ギガバイトとかすごいサイズのファイルになります。もっとかな、はい、もっとですね、すごいサイズのファイルができます。で、このクオリティ値なんですが、見ると分かるんですが D スラッシュ DDBD とか、アットマークとかコロンとか小なりとか大なりとかクエスチョンとか記号とアルファベットが混在していると思います。でこの、記号とかアルファベットはコンピューターが分かる言葉に置き換えるとアスキーコードっていうんですけど、アスキーコードに置き換えます。そうすると、33番がびっくりマーク、34番がダブルクォート、35がシャープっていうふうに、決まってます。決まってます。ちなみにこれ IBM が決めたんですけど、大昔ですね、大昔 IBM が決めたんですけど、こういうふうに決まってます。文字と数字がもう対応付けがされています。で、このファスト Q ファイルの書式は33番を基準にするっていうふうに決まりがあって、なのでびっくりマークが0点です。記号とそのアスキーコードの番号から33を引いた数値がクオリティ値になります。普通クオリティ値はだいたい40点ぐらいまでしかシーケンサーの方で出さないので、40と33で73の記号ぐらいまでしかあまり見ないですね。 I 大文字の I ですね、レーザーポインターはこれじゃな、これそちら、あそこの方、ありがとうございます。あ、これですね、はい、この I ぐらいまでしか見ないと思います。今時のシーケンサーから出るファスト Q ファイルのクオリティ値ですね。面白い。でもし I より大きい J とか K とか L とかが見えたら、ファイルの書式が少し古い、ベースの数字が33ではなくて64になっている、ファイルもあります。64になっているファイルもあります。その64の場合ですと、64を引くので結構上の方まで小文字ぐらいまで出ますね、はい、
はい、となります、はい、こうなっていると。で、次にですね、バムファイルとサムファイルですけれども、サムファイルは、テキストデータです。でそのサムファイルを圧縮すると大体4分の1ぐらいになりますが、バムファイルですね、バイナリー化したサムファイルなのでバムと言います。圧縮したサムファイルで、コンピューターが使いやすいバイナリーのコンピューターでの言語で書かれたファイルになります。で、サムツールスというソフトを使って相互変換できます。でサムからバム、バムからサム両方できます。で書式はもう決まっていて、サムツールスビューと書いて -h で、バムのファイルを指定するとサムファイルの結果を書くと。で逆に、大文字の s と小文字の b をつけると入力がサムで出力がバムだよっていうふうに、命令できて、実行するとバムファイルが生成されると、そういう形になります。で実際にですね、どこにあるか書いてないんですけれども、どこにあるかと言いますと、あ、このレスは止めるのはクイットの Q です。キーボードの Q ですね、アルファベットの Q を押すと、元に戻ります、クイットされます。で、テストというディレクトリがあるのでそこに行きます、入ります、 CD で。そうするとバムファイルが置いてあります。こちらを、使ってこの中身を見ていただきたいと思います。サムツ、おっと、サムツールス。サムツールスの使い方はまた後ほど出ますけれども、ただサムツールスとだけやるとこうヘルプが出て使い方は分かります。サムツールスビューっていうサブコマンドを使うんですけど、ビューってやるとこれまたサムツールスサブコマンドビューの説明がザーッと出ます。で、-h はここに書いてあるんですが、プリントヘッダー for the sum output、 サムファイルのアウトプットを出すよってことですね。 -h で、このバムファイルをなんだっけ、バムこうか、はい、で実行するとわーっと画面に出てしまうので、パイプで LESS と、出力結果をレスで画面で見るレスコマンドに渡すという意味ですね。でやってみたいと思います。そうするとレスが起動して結果が出ます。縦でスクロールするとこうスクロールできますね。で @sq で始まる染色体情報ですね、これ公募なので、こんな感じになってます。で @rg で、リードグループっていう情報が入っていて、ここに ID がこれで、 SM がこれで、 PL がプラットフォームがイルミナーのシーケンサーと。で @pg で、プログラムの略だと思うんですけど、マッピングしたプログラムですね、 BWA のバージョン 0.7.10 でやったよと書いてありますね。でコマンドも実際にこうやって打ったっていうふうに書いてありますね、はい。でこの以降は1行1リードでマッピングされた結果が出てます。これサムファイルですね、バムを、サムに変換して今レスで見てます、はい、はい、こんなことができます、はいはい。でこのコマンドはリダイレクトでファイルに書き出してますね、ドットサムっていうファイルに書き出してますね、そうしておきましょうかね、はい、よっ、ドットサム、はい、できました。そうすると、バムの隣にサムができて、ファイルサイズがだいたい4倍ぐらいになっているの分かりますよね。で ls-l に h のオプションをつけます。 h は human の略で人が読みやすいっていう意味ですね。 ls-lh ってやると、容量がですね、キロバイトとかメガバイトとかちゃんと記号がつきます。そうすると155キロバイトから594キロバイトっていうふうに分かるので、だいたい4倍ぐらいと、4分の1ぐらいになっているということが分かります、はい。でだいぶ横道付きな説明ですけれども、はい。で、サムの中身を見ると、先ほど見ちゃったので次いきます、はい。これも1行で1リードっていうのも言いましたけども、1列目が、ID ですね。で2列目がなんかフラグっていう数値が入ってます。これは113という数字が入ってますね。
で3列目が染色体番号ですね。これは12番染色体って書いてありますね。で4番目がそのどこか、染色体番号上のその染色体上のどこか、何塩基目かってことですね、書いてます。で次がシガーという 12M4I84M ですね。12塩基マッチして4塩基インサーションがあって84塩基マッチしたっていう意味です。まあ、シガーの説明はサムの説明書に書いてある、サムファイルの書式の説明書に書いてあるんですが、シガーという書き方です。まあ、もろもろいろいろ情報がありまして、配列とクオリティも書いてあって、最後の方にも NM なんちゃらとかよくわからないんですが、いろいろ書いてあります。はい。で、その説明はここに書いてあるんですが、サムファイルの中身、最初の11列は必須であると書いてありますね。はい。あ、そうか、クオリティが1個手前にあったか、シガーの前。はい、こういう形になってます。で詳細を調べておきたいっていう場合も時々あると思います。そういう時には、Google でですね、 Google で、サムツールスと打っていただくと、サムツールスのホームページ出ますけれども、右上にサムスペックってサムファイル の定義書が PDF で公開されています。右上のこのサムツールスのホームページの右上ですね、サムスペックバージョン 1.4 ってあって、でこのバージョン 1.4 をポチッと押すと、お、最近更新されてますね、2月に更新されてますね。サムファイル の定義書が、はい、フォーマットスペシフィケーションと書いてあるんですね、はい、書いてあって、下の方に行くとこの記号はどんな意味だよってことが全部書いてありますので、あ、これですね、先ほどお手元の資料の Q ネーム、フラグ、R ネームとかこの辺ですね、あります。はい、よいしょよいしょ。はい、で、いろいろ書いてあると、情報が。はい、で次に、VCF ファイルの中身を見たいと思います。これもまたレースで打ってみてください。中身見てみてください。レースの同じ場所にありますよね。レースで、1K ほにゃららアンダースコア相当ドット VCF、こうするとですね、シャープシャープで始まる行がザーッとあります。1行目ファイルフォーマットイコール VCF バージョン 4.1 とか、次はフォーマットの ID が AD になっているものはどうだとか、 DP は何だとか、 GQ が何だとか、 GT が何だっていう情報が書いてあります。で下の方にスクロールしていきますと、シャープシャープで始まる行が1回終わりまして、長いな、まだだ、終わりまして、これだ、シャープ1個で始まる行がスタートします。この1行だけなんですが、これが、列のヘッダーですね。列の説明です。クロモソームポジション ID リファレンスなアリルとオルタナティブなアリルとクオリティ値とフィルターとインフォとフォーマットと、でその実データ今回のデータサンプルと、で次の行からが、染色体番号と場所と、ID はなくて、 C がリファレンスのアリルで竹は T でとか、こういったことが書いてあります。こういうファイルになります。これが竹1行1竹なので、1万竹見つかったら1万行書いてあります。書いてあります。はい、だいぶ省略してますが、シャープシャープで始まる説明行とシャープ1個で始まるヘッダー行ですね。でその次からが中身と、はい、1行で1変異と書いてありますね、となっています。で、これはタブ区切りテキストファイルなので Excel で開くことももちろん可能なんですが、情報が、なんとかイコール いくつでセミコロン、なんとかイコールいくつセミコロンというように区切られています。その1個のセルの中でですね。でさらに次のセルを見るとセミコロンじゃなくてコロンで区切られていて、で次にまたデータがコロンで区切られていてというふうに、パッと見何を説明しているかよくわからないファイルにはなっています。はい、なのでこれをちゃんと解釈してくれる、ソフト、世の中にも出回ってますし、自分たちでちょっとプログラミングして書いたりも してます。はい、
で、まあ、説明はこんな感じですかね。3列目の ID というのは RSID とか基地の ID 入れたりします。で4号はリファレンスの、アリルと変異のアリルとでクオリティ値ですね、変異のクオリティ値とフィルタリングをしたらそのフィルターの種類ですね。でインフォメーションとフォーマットとサンプル列と、このサンプル列は複数列あってもいい良いです、書式上は許されてます、はい。で、ゲノム上の領域の情報を説明するときにベッドファイルというファイル形式があります、具体的に言うと染色体番号何番のどこからどこまでという情報ですね、はい、端的に言うと。で、作り方がありまして、 BAM to bed というコマンドが、まあ、このソフトに入っているんですけども、ベッドツールスというパッケージの中の1コマンドですね、 BAM to bed、これを、もう実行してみてください。この BAM ファイルに対して、BAM to bed をやってベッドファイルを作ってみてください。でそのベッドファイルの中身を見てみてください。BAM to bed、ないな、あ、to が大文字の t か、はい、あ、大文字の b か、で、ですね、このコマンド BAM to bed だけやるとあの画面が固まって止まったように見えちゃうので、もしこうなってしまった人いたらキーボードのコントロール D を押してください。コントロールしながら D ですね。そうすると終わりってなります、はい。で、このコマンドの説明みたい時には -H とやってください。コマンドスペースで -H、大体のコマンドは -H でヘルプが出るんですが、BAM to bed は BAM bed tools の一つだよと。で、バージョン 2.17 だよと。はい。で、BAM convert BAM alarm to bed ファイルだよと。説明が書いてありますね。で、お手元の資料の、打っていただいたかもしれませんが、コマンドの I オプションは I オプションの説明ないんですが、インプットの I ですね。はい。一番上に書いたところ。あ、ありますね。-i で BAM ファイルを指定してねって書いてありますね、ここに優先順のところにですね、はい。なので、それをやりましょうと。 BAM BAM で、リダイレクトで、ベッドファイルとやりました。そうするとベッドファイルができまして、ベッドファイル小さいですよね、はい、66キロぐらいしかないですね、65キロバイトしかないですね。で、中身をレスコマンドで見ます。そうするとこんな感じで、7番染色体のどこからどこまでで、まあ、名前があって、で、スコアがあって、でプラスかマイナスかあると、こういう書式になります。はい、こういう書式になります。書いてある通りですね、はい。で、各列の説明、最初の3列は必須です。必須、染色体番号と場所、スタートとエンドのポジションは必須です。例えばスニップ1塩基多形を示す場合には、これはポジション同じ場所にしても動きます。大丈夫です。同じポジション番号にしてもいいです。線と線とかですね、はい、でも大丈夫です。で、まあ、遺伝子とかエクソンを示すときには当然どこからどこまでっていう距離がありますよね、はい。なので、こういうこのベッドファイルは本当によく使われていて、遺伝子のエクソン領域の説明とか、もちろんマイクロ RNA の領域の説明とか、 PCR プライマーの位置情報もこういうところで、これでこのベッドファイルで書けますし、リピートマスカーでマスクした領域もこのベッドファイルでもう実際公開もされています、はい。位置情報、領域情報を示すときにはこのベッドファイルが業界標準になっています。で、4列目は名前ですね。その、場所の名前、これはサンプル名ですが、遺伝子名だったりいろいろします。で、スコアですね、はい、必要であればスコアが書く。
あります、はい、でストランド向きですね、プラスかマイナスかあります、はい、で次に、はい、あ、すいません、はい、先生、今のベッドファイルのスコアっていうのは、さっきサブの時は延期ごとにスコアありましたけど、はい、ベッドファイルの場合1行に1スコアですね。はい、1行1つの場所に対して何はそのベッドファイルの意味次第なんですが、この BAM ファイルの場合は、おそらくリードのデプスですね、その場所に対して何本リードがあったかを示しています。BAM to bed で作った場合はですね、はい、でまあ、発言量であれば、まあ、そう発言量を入れればいいですし、目的に応じて数字を入れられるんですが、今回の場合は、はい、リードの本数ですね、その領域に。バムとベッドで、ベッドの方が一般的にファイルサイズは小さい。はい、バムファイルは、読んだリードで1行のデータを持っているので、デプスが1万とかあると1万行全部のデータを持っているわけですよね。なので巨大です。でベッドは、深さはとりあえず置いといて、こっからここまでっていう場所情報だけなので、これ小さくなります、はい。まあ、デプス自体は数字でいくつって書いてあるだけですからね、情報量は少ないです。で、BAM は中に AGCT の配列情報から全部入ってます。クオリティバリューから。なので巨大です。で、次のスライド、17ページ目ですね。NGS 解析以外でもよく使われる塩基配列、アミノ酸配列の情報がファスタ配列ですね。昔からファスタファイルは使われていましたけれども、基本はここにはヌクレオチドの ACDT の配列だけですが、アミノ酸の配列も大丈夫です。20種類の一文字記号にした上でのアミノ酸配列もできます。でゲノムの場合は FA とか NA とか FNA とかっていう拡張子がよくつきます。アミノ酸配列の場合は AA っていう拡張子がつくことが多いです。はい、で、ですね、です。で、これどこにあるかというと、最初のスライドに書いてあったんですけど、ですね、CD でホームディレクトリに戻っていただいて、ゲノムってありますよね。ここにゲノムってありますよね。このゲノムの中にあります。まあイースト NT、イースト A もそうですが、このサックサーのサッカロマイセスセレビシアですかね、はい、の中に MCBA があって、その MCBA の中にさらにビルドがあって、でこのビルド 3.1 の中に、長いなシークエンスがあって、でそのシークエンスの中にはいホールゲノムファスタがあって、でこのホールゲノムファスタの中にはあ、ようやくゲノムファがいました、はい、あ、ちなみにフォールゲノムファスターの並びにあるクロモソームスっていうところに行くと、まあ、文字通りクロモソームのクロあり点々すらクロモソームスの情報があるんですけどね、これを束ねてゲノム .fa を作ってます。ゲノム .fa を作ってます。各染色体ごとの情報が1,2,3,4 ってこうざーっとミトコンドリアとかまでありますよね。これを、束ねてゲノムファーを作ってます。なのでこのゲノムファーレスで見ていただくと、一番上にダイナミック記号ファスタファイルのインデックス行ヘッダー行ですね、インデックス行ですねの1って書いてあって ACT が並んでいて、ずっと、ま、行くと次2番染色体であります、はい、PWD でちょっとあ、場所を教えろと、はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。はい、 PWD しました。こちらです。ホームディレクトリのゲノムの中にサッカロマイセスセルビシャがあって、 NCBA があって、ビルド 3.1 があって、でシークエンスがあって、でホールゲノムファスタがあると、はい、NCBA のホームページでもちろんダウンロード可能です。タブ保管をガンガン使ってやってください。はい、タブ保管でタイプミスも防げますし、手間も
防げます。手間も減りますし、タブ保管使ってください。で、皆さんグレップって習いましたかね。習いましたよね。まあ習いましたよね。でちょっとグレップで、ダイナル記号だけ抜き出します。このファイルからダブルクォートでちゃんとダイナル記号入れないとリダイレクトだと認識されちゃうんで、ダブルクォート記号は忘れないでくださいね。そうするとあのダイナリを含む行だけ抜き出すので 1,2,3,4 の次が9MT、 アルファベット順に辞書順になってますね、はい、というファイ中身です。1番の次は2番です。次は3番ですが、で次は4番なんですが、次は9番染色体の序が書かれていますので、なんと 1,2,3,4,5 の順番ではないですね、このファイルは。はい、こんなファイルです。 PWD するとここです。はい、はい、これはゲノムファーの中身です。はい、ここにあのこのスライドにパスまで書くとやたら長くなっちゃうので、省略してます。一番最初のスライドにあのどこにあるっていうあるよというのはこれですかね。はい、一応書いてはあるので、忘れたら紙めくっていただいてご覧ください。はい、ご覧ください。はい、おっと行き過ぎ、これですね。はい、ここまでで一旦一区切りなんですが、ご質問ありますでしょうか。ベッドツールで、はい、バムをベッドに変換したときに、はい、同じポジションのものが出てきたりしてたみたいなんですけど、はい、それは もともとバムファイルって、あ、そっか、VCF じゃないか、複数のものが出てくるっていうのは、同じポジションで複数のものが出てくるとどういうことを示しているのか。バムトゥーベッド の、 ソフトとしての仕様だと思うんですけれども、リードバムファイルはリード一本一本の情報ですよね。で同じ場所から始まっているリードがたくさんあれば当然スタートポジションは同じなんですけれども、終わる場所ってリードの長さがバラバラであればバラバラになると思うんです。で、よく分かってない面はありますが、オーバーラップしても、ルール上は大丈夫なんですよね。で、ここからここまでは、ここからここまではいくつだけども、さらにスタートは一緒でも終わりが別だとまた数字としては意味があって、その飛び出てる部分の数字は意味があると思うので、共存していいという書式にはなっています。例えば遺伝子のエクソン情報を記述すると、エクソンをダブってる遺伝子が少しありますよね。それはもちろん許容されています、大丈夫です。でちなみに VCF ファイルも同じポジションのが2個出ても大丈夫です。というのも1つスニップがあった時に同じ場所にインサーションデリーションが観測される場合もあります。なのでありです。で同じ例えばリファレンスが C だとして、 G のアリルと T のアリル両方見つかると1行に束ねられてリファレンスは C で G と T がオルタナティブであるよっていう表示になるんですが、 SNV とインサーションデリーションの場合は2行になります。はい、強化されています。はい、他ベッドでスタートエンドが簡易全に同じ、多分最初の方の質問と同じかもしれないですけど、スタートエンドが完全に同じで、その右側にそのリード数があるっていうことなんでしたっけ、全く同じスタートエンドのやつでなんかバーって同じものがこう出てくるようなイメージで勝手にこうか思い込んでたんですけど、そうではなくて完全に同じところに例えばマップされるリーダーのやつとかは、そのマップされた数がそのまんまそのままというか、その数が一つ前右側の数が増えていくだけで、そうっていうことなんですかね。だからなんていうかベッドにすると配慮されたりとか、そういうことなんですか。ソフトの仕様の部分だと思うんですが、結論から言うと分かりません。で、見れば分かると思うんですけれども、どっちなんでしょうかね。見てみましょう。ちょっと待ってくださいね。
あの時間は少し余裕があるので見てみると、こうしてみるとスタートエンドはオーバーラップはしてますよね。ここ80、一番最初に宿題できてみると89から189で、ここは150から249で、まあオーバーラップしてますよね。これは84からですね。でもそれでその2列目と3列目は完全に同じのもので、うん、っていうものがなんかある、あっていうのは、まあ、それ要するに行が相当ユニークした時に行数が変わらない、うんうん、変わるか変わるんだと思ってたんですけど、うん、そうではないんですかね。試してみましょう。やってみましょう。普通に相当で 1K でベッドで、で、1K で、相定度ドットベッドとか作りますね。でこれがどうなっているか、相定度、あらららら、想定度。今やってもらってるのはなんか例えば RNA シーケンスとかで同じ色がバーって出るじゃないですか。そういったものってない、なんか同じところにバン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 プされていくので、うん、そういったものがこうゲットファイルどのようにこう表現されるのかということを確認したいという目的なんですけども、同じのが同じように出ますね。確かに、これなんか同じですね。あ、はい、リードの ID が違うからか。リードの ID が違いますね。 ID はまあここが違いますね。あ、ってことはこのソフトは、ソフトの人よく分かってない面もありますけど、リード1本につき1ベッド出てますね。ということは、行数数えますね、ベッド2004行あります。でサムファイルの、行数も数えます。そうすると2024行なので、あ、やっぱり1リード1行のベッドが出てます。でサムファイル24行っていうふうに20行多い理由は、ヘッダーがあるからと、重複マッチすると重複分もちゃんとあの行増えちゃうので、同じ色なんだけども2箇所にマップされると2行出ちゃうので、それもあると思います。ここからここまで何行なんだろうか。わかりますか。はい、そうする、一応確認ですけど、そうするとあのリードの本数のところはそのポジションで本数を数えてるから、同じポジションでリードごとに、まあ、何秒か出てて、で本数は一緒っていうのはそのポジションでカウントしてる。あ、ですね、先ほど、ベッドファイルの、このあらベッドファイルの、数値がデプスだって言いましたけど、嘘でした、ごめんなさい。この60はデプスじゃないですね、絶対に1リードごとなので、でおそらくスコアかなって思ったんですが、本当にスコアかどうかはまあ見ればいいので見てみましょうか。例えばこのこいつですよね、38793は点1点1って2個あって、スラ1とスラ2ってあるので、あのペアドエンドですよね。でペアの片方は12番染色体、片方は1番染色体にヒットしてるので、あの間違いじゃんって思いますけど、まあこういう結果でしたと。で例えばこの、1の2の方ですね、逆向きの方のリードで探しに行ってみたいと思いますけれども、これを開きながらですね、ファイル、オープンタブ、ちなみにこれ開きながらこっちタブ開けます。ピッピッピッ、大きくしましょうか、大きすぎたよ。で雨あり、アメリエフのなんだっけテスト、違うな、なんだっけ、NGS のテストか、はい。でのサムで点1、これですよね。で点1の 2番の方、こっちですねきっとね、あこっちか、点1の、あこっちだ、ごめんなさい、このリードご覧ください。点1で、一番染色体の150塩基目にマップされてますよって書いてますね。でこれ60ですよね、ということはスコア、
これあ60一緒ですね。でベッドファイルのあじゃないサムファイルの12345列目の情報が渡ってますね。で5列目何だったかなって思うとマップクオリティなんです。あの先ほどのサムスペック見るとこれですね、マップクオリティ、ま、マッピングのクオリティですね、文字通りですね、です。あの60だと高いですね、いいよってことですね。はいでした。ああはい知りました。なるほどそうなってるんですね。はい、ありがとうございます。勉強になりました。私も他に何かご質問ありますでしょうか。あのぜひじゃんじゃんしてください。私もいろいろ知らないこと多いと思うので、はい、お願いします。まあ、マッピングクオリティって何にそうなんですか。はい、難しいご質問だと思うんですが、あのサムファイルの定義書によるととしか私も言いようがないんですが、ここに書いてあります。マッピングクオリティとはあの間違った確率のフレッドスコアです。間違った確率の、マイナス10倍のログを取った数字なので、1% の確率で間違うとすると10のマイナス2乗ですよね。だから20点になります。間違う確率が10のマイナス6乗だから100万分の1回間違えると10のマイナス6乗なのでスコアは60点ですね。フレッドスコアは60点なので今回60点のは10のマイナス6乗の確率でミス間違えたよってことですね。なので合ってるよってことですね。高いってことですね。はい、30以上だったらもう綺麗ですよね。1000分の1の確率ですから30以上ってことは。はい、となるとそれって結局クオリティスコアをある程度考慮しておかないと総力点数の評価には しようがないのかなっていうのは直感的な感想なんですけども、はい、あのマッピングのクオリティなので、あの、まあ、クオリティがある程度高くないとあの信頼、まあ、そのマッピング自体が信頼できないと。で、実務的にはですね、このマップクオリティがいくつ以下のリードは捨てるみたいな処理もやります。偽陽性を極力捨てたい場合にはやります。はい、他ありますか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。では次なんですが、データの可視化にはインテグレーティブゲノミクスビューアーというソフトがあります。で、明日じゃないや次回あさってですね IGV を実際使っていただきますが、今日はあのこういうソフトがあるよというご紹介にとどめたいと思います。で、アメリカのハーバードと MIT のジョイント研究所であるブロードインスティテュートで作られています。でこのブロードインスティテュートで、NGS 関連の、データ1000人ゲノムプロジェクトもブロードが中心ですし、 IGV もそうですし、マッピングソフトの BWA も、このブロードで作られていますし、 GATK という多系検出ソフトもブロードで作られていますので、あの世界をのゲノム の次世代シンケンサーによる変異解析を牛耳っているのが、まあ、ブロードですね。まあ、道具便利な道具もいっぱい提供してくれているので、 ありがたいところなんですが、はい、牛耳られてます。はい、で、はい、イデオロギー地区ですけど牛耳られてます。はい、でこのソフトすごい便利で GUI あのマウスで直感的に使えて、グリグリ Google マップみたいにドラッグ&ドロップでグリ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 動かせます。はい、でいろんなファイル形式に対応してます。でこれを見ながら言うよりですね、もう、はい、100分は一見にしかずで、IGV で Google 先生に聞くとですね、まあ多分トップページに出ると思います。で、IGV のホームページに行きますと、何やら色書いてあるんですが、左側に、まあダウンロードはもちろんあって、対応するファイルフォーマットの一覧があります。で、これポチッと押しますと、出た。バムベッドはもちろんのこと、こんな遺伝子情報の定義ファイルで GFF とか、見たことないような形式とかいっぱいあります。はい、でこれと似たようなソフトというかサービスは UCSC のゲノムブラウザーだと思います。 UCSC の、ゲノムブラウザーもこういうゲノムブラウザーですね。ただウェブサーバーでウェブページベースなので、どうしても反応速度が遅いですね。アメリカ出張行った時に UCSC ゲノムブラウザー使うとサクサク動いて早いんですが、日本からだとやはり太平洋を渡るのですごく遅いですよね。
これまた腹立たしいんですけど、日本からやるにはですね。なので IGV はダウンロード可能です。なので IGV をダウンロードしてお手元のパソコンでグリグリやるのが現実的なのかなと思います。はい。で、ダウンロードボタンポチッと押しますと、あのメアド登録してねっていう画面が出ます。もう登録済みなので出ませんけどね、あの誰でもメアドを登録すれば落ちます。で、まあ、Windows の方はここ、 Mac の方はで Java の 1.7 入れてればこのこことかあります。で、間違ってもここを押さないでください。あの Java Web Start のこのローンチボタンは押さないでください。あ、まあ押してもあの壊れるわけじゃないんですけども、これは使うたびに Web につなぎに行きます。なので、まあ、最新版を使えるっていうメリットはありますけれども、あの確実にネットの接続環境に引っ張られます。でダウンロードして使うとなるとこちらですね。ダウンロードバイナリーディストリビューションですね。100メガ近くは何十メガもありますけども、ファイルサイズは今1回落とせば使える、はい、こういうソフトになります。はいですね。あの画面イメージはこんな感じですね。トップページに出てますけども、はい、よはい。でまあ、ファイルフォーマットを見るといろいろ書いてあると。で Java で動いているソフトなので Windows 版でも Mac 版でも Linux でも、どれでも動きます。で、Linux 版ではまあ動作させていただきます。で、ゲノムファイルを見るときにネット環境が、必要なんですが、手元にゲノムファイルも用意すればクローズな環境で動作できます。で例えば大学とか研究所の中でプロクシーネットの設定がめんどくさい場合もあのちゃんと設定できるようなソフトになっています。で試しにどんなもんかなっていうのを感覚だけ見ていただくために igv.sh とコマンドを打ってみてください。よいしょよいしょよいしょよ、igv.sh と実行すると画面がこうずら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 流れて Java が及んだよとかいろいろずらずら出まして、で時間かかってますね。あ、来た来た。でローディングゲノム、今ちょっとネットにつないでゲノムファイルを落としに行ってます。で初期値としてヒトゲノムの HE18 が勝手に選ばれちゃってます。で、まあ、このモアとか選ぶといろんなゲノムが選べます。ヒューマンとかやるとちゃんとヒューマンの最新の HE38 とか、使えるようになってます。はい、まあこれはこんなところでバッテンをして閉じました。こういう画面ですね。で、データの可視化、IGV で可視化するためには事前準備が少し必要です。今までサムファイルやバムファイルを扱ってきましたが、まずバムファイルを使うんです。バムファイルをIGV に入れてみるんですけれども、そのまんまのバムファイル、今お手元にあるバムファイルでは見れません。見れません。で、インデックスつける必要があります。目次ですね。目次つける必要があります。というのも、サムファイルは中身見て分かったと思いますが、1行目は1番の配列、2行目は、まあ、1行目のペアードエンドの反対側、次は2つ目のリードというふうにシーケンサーから出てきた順のリード番号、順番ですよね。当然ファスト Q ファイルがの順番通りっていうことですね。ファスト Q ファイルの順番通りにマップの結果が並んでますよね。まあそれは妥当だと思うんですけど、でもコンピューターが使うときには目次つけるんですけども、目次つけるためには当然染色体番号順に並んでないと目次つけられないですよね。つまり染色体番号1番の、若い番号順にちゃんとリードが並んでると、順番通り並んでないといけない、相当されてないといけないんです。なのでこの結果、サムファイルのリードの結果を、まあ、バムファイルですけど、バムファイルのリードの結果を場所順に並び替えてあげる必要があります。なので相当しなければいけない、相当という処理をしなければいけません。場所順に並べるっていう意味です。
なので場所順に並べるのが、ソートコマンドっていうのがあるんですけどね、それをやります。で場所順に並んだら次は目次ですよね。一番染色体は、ここから、このリードからこのリードまでが一番染色体で一順に並んでます。で次のリードからは、2番染色体で一順に並んでますっていうふうに、どのリードが一番染色体の最初かとか最後かとか、そういう位置情報、まあ、目次情報 が必要です。で、まずソートして、サムツールスソートですね、これやってみてくださいね、やってみてくださいね。サムツールスソートで、はい、やってみてください。サムツールスソートでバムファイルですね。今は、このバムファイルがあるフォルダーでディレクトリに移ってからやってください。で次にソートが終わった後に、サムツールスのインデックスというコマンドでインデックスつけます。どちらも一瞬で終わると思います。ちなみにこの 1K の意味、1000リード分って意味ですね。両側それぞれ1000リード1000リードですね、のデータを抜き出してるからです。でこっちでやろうかな。よいしょ、よいよ、サムツールスの、ソートで、1K のドットバムで名前入れなきゃいけないですよね。で倉庫って入れてますね、アンダースコア倉庫と入れてますね。でアンダースコア倉庫で入れてサムツールスソートコマンドを実行すると、ソートドットバムっていうふうに勝手に名前が付加されます。これですね、このドットバムの部分が勝手に付けられます。はい、でサイズよく見ると気持ちちっちゃくなってます。もともとのバムが151.58355 バイトだったのが154.379に気持ち減ってますね。数パーセントですけど、並び替えると圧縮効率が上がるみたいで気持ち縮みます、大体の場合。これ正しい挙動です。はい、で、ソートバム、ソートされたバムができたら次にインデックス付けです。サムツールスインデックス、ちなみにこのソートされてないバムに対してインデックス付けようとすると、インデックス付けようとするとソートされてないよって怒られます。ソート版、何そう、is not sorted って書いてあるんですね。そう、ソートされてないよって怒られます。でちゃんとソートされた方のバムに対してやると一瞬で終わります。ちなみに人ゲノムのエクソームデータ 10GB ぐらいのファイルに対してソートするとだいたい10分とか15分とかかかりますかね。インデックスは5分ぐらいで終わりますけど、もちろんサイズにもマシン性能にもよりますけども、それぐらいかかります。これはちっちゃいので一瞬で終わりますか。それノートパソコンレベルで、それはノートパソコンレベルで10分ぐらいで終わる。そうですね、ノートパソコンにもピンキリだと思いますけれども、はい、いえサーバーです。3.4GHz メモリー、 3.4GHz の CPU でメモリーも 64GB 乗っかってて、ハードディスクも気持ち早いやつでそれぐらいですね。はい、ただいい Mac であれば早いです。今時の Mac のハードディスクは SSD なのでとても早いです。はい、CPU も早いので早いです。はい、で、できました。そうするとインデックスゲート .by っていうファイルができます。 .bai っていうファイルができたと思います。で、これはすごくちっちゃいです。目次なので当たり前ですよね。どこから始まっているとかそういった情報なので、バイファイルは小さいです。はい、数パーセント分ですね。ここに書いてある通りですか、バイファイルができていれば OK です。で、先ほどの
IGV の中にですね IGV ツールスというソフトが入ってます。はい、で今あのサムツールスでインデックスつけましたけど、サムツールスでインデックスつけましたけど、まあ、IGV 起動しなくてもいいかな。はい、IGV の中にですねツールというメニューがあって、その中に Run IGV ツールスという、メニューがあります。それを実行すると、コマンドインデックスとかインプットファイル指定して、で Run で実行するとインデックスつけられます。でサムツールスでもインデックスつけられますし、この IGV でも IGV ツールスでもインデックスをつけられます。はい、で、巨大なファイルは大体あのインデックスつけないと動きません。はい、動きません。 VCF ファイルなんかそうですね、ベッドファイルもつけないとダメですかね。変換してあげないといけないですね。はい、もう質問ついてください、ついてください。わかりました。はい、あの、はい、いつでも止めてくださいね。お願いします。はい、で、ああそうか、これやってますね。まあそうか。はい、ここの例では、ここの例では、まあ、リファレンスゲノム選んで、で2でファイル、ロードフロムファイル選んで、3で見たいときに選択肢と書いてあるんですね。やってるのでやりましょうかね。はい、あの igv.sh で起動します。あの明後日もあのもうちょっと詳細にやりますけれども、あ、なんかエラーかな、なんかおかしいですね。エラーが出てますね。あ、そんなことないか。どうしたか。で、このデータ用のゲノムが多分ないんですよね。ので、あ、固まっちゃってますが、固まっちゃってますね。皆さんのおかげでも固まってますよ、これ。大丈夫ですか。起動した状態、はい、起動した状態、あ、まあ動くんですけれども、あのぐる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 回っちゃってますね。ゲノム選択画面に行った、あ、ゲノム選択画面に行った後キャンセルしたから固まってます。なるほど、そういうバグがあるんですね。ゲノム選択しなければ固まらない。固まってなかった。ですね、あの、はい、もしかしたら反則技なのかもしれませんが、この Mac にはちゃんと IGV を入れてあります。はい、あの、まあ、お手元の Windows、Mac に普通に IGV インストールして使うことはできるので、あのその方がもしかしたらいいかもしれません。で、IGV、 これですね。これは Linux の上の IGV ではなくて Mac の、この私の手元の Mac の IGV で今見ています。で、ゲノムファイルをいろいろ入ってますよね。で、これは SAC-SAR なので、あら、あ、 C か、あれ、そのことないな、 S だよ。はい、あ、この辺ですね。はい、で OK とかやると、あの公募ゲノム の選手ナンバー1番から、このローマ数字の1番から、16でミトコンドリアなりましたね。はい、で、Mac側にこのファイルがないのでダメですか。このロードフロムファイルを選んで、で、選択します。
ロードフロムファイルを押してそのバムファイルを指定します。はい、選んでください。でここには遺伝子名とか場所情報ですね、いられます。もしくは染色体番号単位でよければこのオールのところから染色体番号ナンバーっていうふうに選べます。染色体番号を選べます。2とか、はい、選べます。で、まあ、狙った領域の遺伝子も見れますし、マウスで横スクロールグリ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 動きますので注目している場所を見れる。はい、よいしょよいしょ。ドラッグ&ドロップ、 ドラッグですね、ドロップはしないですね、ドラッグで、こう見えますね。バムファイル入れるとここにあのバムの一本一本のシーケンサーのリードが表示されます。はい、で、Mac と Windows、Linux は少しメニューの構成違いますが、ツールスのところに RunIGV ツールスというのがあって、これを押すと IGV ツールスがきっと立ち上がります。よっ、こっち側に出てきてますね。はい、で、ここで、ソートとかインデックスとかで、ベッドファイルは TDF、嘘ですね、ベッドファイルもできるか、ベッドファイルも TDF とかに変換できます。はい、ベッドファイルは TDF に変換ですね。 VCF はインデックス系ですね。はい、この辺りはで、あのバイオインフォマティクスの実務としてはマウス操作でこうインデックス付けとかって面倒くさい、あのやりづらいので、自動化しづらいので、サムツールス内のインデックスコマンドを使って自動的にインデックスを貼るようにプログラミングを組んでます。あの IGV はの IGV ツールスはあまり使ってないですね。はい、サムツールスのインデックスでインデックス化してます。でインデックス化すインデックスつけるとバイファイルができてますけど、つけると、他にもできることがあります。例えばサムツールス の, あのヘルプ見ますと、IDX スタッツっていうサブコマンドがあります。これやってみます。サムツールスの IDX スタッツ、あのインデックスからスターティスティックス、基本統計量を出すというそんな命令なんですが、まあ、バイファイルがあるんですが、バイまで書かないですね、命令は。サムツールス IDX スタッツ でファイルのバムまでですね、バムファイルを指定します。そうするともうこのバムファイルのと同じ場所にバイファイルがあるという前提で動きます。バイがないとこれ動きません。で各染色体番号ごとに何塩基あるかで、ヒットしたリード数とヒットしなかったリード数がザーッと出ます。今回間引いたデータなので小さいで少ないですけど、こんな形で出ます。ヒットしなかったっていうのはバムなのでマップされたものしかそもそもないはずなんですね。はい、鋭いツッコミありがとうございます。はい、一番最初のリードをペアードエンドで、ペアの片方が一番染色体のにもう一方のペアが12番染色体にマップされていたやつありましたよね、やつです。はい、あの本当はペアなので絶対一番染色体に2個出るはずなのが出てなかったのでアンマップドの1本ということで今1位がついてますね。はい、逆に言うとこれペアが全てちゃんと同じ染色体に持てるものがほとんどだという、そうです、全てだということで、はい、あの間引いたデータなので。はい、で大体あのマップ率は、はい、IGV で立ち上げるときにあのゲノのこうコマンドでこう指定するとかっていうのできたりしないですか？ああ、できるんじゃないかなって思うんですけど。みたいに固まると嫌なの？嫌ですね。私も嫌ですね。できたらいいですね。できるのかな、わからないです。あとで Google に聞いてね。はい、 Google 先生は何でも知ってるので、あのただ質問の仕方は難しい面はありますけど。はい、はい、そうですよね。IGV 起動、ゲノム指定とかこんな感じで聞くと、ゲ
狙ってるんですよね。狙ってますよね。絶対狙ってますよね。指定できるんですかね。はい、指定できなさそうな気がします。はい、多分うちのブログにも書いてないと思います。はい、狙ってません。はい、多分できないと思います。英語で検索しても多分出ないんじゃないかなと思います。で、ちょっと専門的なことを言いますと、 igv.sh で起動 しましたよね。で、もうシェルスクリプトについて少しあったと思うので、シェルスクリプトは何ぞやということは分かっていると思います。で、このシェルスクリプト自体はユーザーローカルビーンの中にあります。フィッチコマンドでどこにあるかが分かるので、フィッチコマンドを打って igv.sh してやるとユーザーローカルビーンの中にあるよって教えてくれました。なのでこれを中身見てみますと、ビーンの中の igv.sh 見てみますと、結構シンプルな書き方ですよね。ここに書いてある通りなんですが、 Java でエグゼキュート Java で、で X 大文字 X で始まる XMX っていうオプションはメモリです。 Java のメモリどのぐらい確保するか、2ギガ確保しているって書いてあるんですね。2000メガ2ギガ確保してます。でもし BAM ファイルが巨大な場合、ホールゲノム解析するとか Exome でもかなりデプスが厚いとかでかい BAM ファイルを扱う場合には、このメモリを10ギガとかにしてください。もちろんマシン性能にもよりますけども、そのお手元のパソコンが16ギガメモリーとか乗っかっているのであれば10ギガぐらいに設定してもいいと思います。はい、カクカクして遅いってなったら、ここのメモリーを増やすのも一つの改善手段です。IGV の起動の時に割り当てメモリーを、今基本は2ギガになっています。で、ここに何やら true とか、ほんやら true とかで、jar でこの igv.jar を実行するって出てるんですよね。で、もしかしたらここでゲノムっていうふうに指定するオプションが存在するかもしれません。するかもしれないんですが、わからないですね、どこにあるかは。はい、うん、ちなみにそのメモリの買い方っていうのは、ここを2000なのを1万にすると多分10ギガで、 M はメガですよね。それは IGV なんて IGV.sh の中身にこのコマンドを、今 IGV.sh の中身自体を見ているので、レスでなのでエディターでエディットします。ちょっと待ってくださいよ。エディット G エディットって入ってるかな。あ、入ってる入ってる。 G エディットっていうソフトで、これエディターなので、この 2000M を例えば 10G とかして保存してやれば 10GB になります。はい、しくじった、セーブポチ 10G ですよね。閉じるセーブ、書き込み権限ないので保存できないと怒られました。はい、のでキャンセルします。通りでこれが消えてるわけだ。はい、ユーザーローカルビンの中なので多分ルート権限しかダメだと思います。はい、左側に須藤つければいいんですか。そうですね、須藤さんつければ、須藤っていうらしいですけどね。はい、須藤をつければ大丈夫です。はい、ユーザーローカルビーンは、はい、ルート権限しか W がないですね。はい、まあ当然だと思うんですけど、はい、なので須藤でやってください。はい、はい、で、IGV のお話はここまででした。とりあえず一旦ここまで、 IGV のここまででご質問ありますでしょうか。また次回やります。実際使っていただきます。ゲノムファイルの読み込みとかもやります。大丈夫ですかね。はい、お願いします。先ほど紹介した前 IGV っていうのは多分それマイクロアレイの頃からあったと思うんですけど、もう圧倒的にやっぱり IGV の方が使い勝手がいいっていう。
はい、IGB はソフトウェア単体のソフトウェアではなくて、ゲノムの、ビューアーのライブラリーだと思うんですよね。で単体では動かなくて、自分で開発しているウェブサーバーとかソフトウェアに組み込んで使うものです。なので、IGB はこういうふうにダウンロードして使うってことはできないと思います。で IGB は UCSC ゲノムブラウザーの技術をアウトソースしてライブラリ化しているパッケージですね、はい、だったと思います。で IGV に似たソフト結構あります。ゲノムモンクとか、チップシークの表示に結構向いてますよとか、あとはゲノムジャックですかね、三菱スペースさんが開発されているゲノムジャック、これも無料でほとんど無料で利用できると思うんですが、とかいくつかビューアーは出てます。でこれも日々こう改良されています。ゲノムモンクね、モンク違う、なんとかモンクなんですよね。すみません、ド忘れしました。緊張のあまりド忘れしてます。シークモンク、あ、シークモンク、あ、そうでした、ありがとうございます。そうだ、シーク SEQMOCK、 おっとシークモンクかな、モンクですか、はい、スイークモンクですね、修道僧のモンクですね。こんなビューアーらしいです。はい、はい、はい、でちょうどいい流れだなと思ったんですが、このなんて読むんでしょうかね、バブラハムって読むんですかねの、研究機関はいろんなソフトを提供してくれています。はい、トレーニングダウンロードナウでいろんなソフトがありまして、いろんなソフトがあるんですが、いろんなソフトがあるんですが、ここにファスト QC というソフトがあります。でこのファスト QC というソフトが、ファスト Q ファイルのクオリティコントロールするソフトで、この23ページ目のスライドに出ているソフトなんですね。なのでバイオインフォ系のツール提供している研究機関ってもう結構限られています。ブロードインスティテュートとか、このバブラハムとかはい、結構大体どこで公開しているかメジャーどころは固まりつつあるんですが、このシークモンクを公開しているサイトと同じ場所が、あ、ちなみにここま、メチル化解析用のソフトのビスマルクとかチップモンクとか、こういうエピゲノム系 の、 解析ツールをよく提供してくれている研究機関ですね。で、クオリティコントロール用のソフトは、プリンセックとか いくつかはあるんですが、このファスト QC が、まあ、一番メジャー、使い勝手がいいと言われているソフトになります。もちろんそれぞれのソフトで特徴はあるんですが、このソフトが特徴的ですね。で、実際にやってみたいと思います。ファスト Q ファイルに対して、このコマンドを実行して、まあ、実際にもうやってみてください。ファスト QC っていうソフトなので、でヘルプを見たい場合にはファスト QC-H で出ます。出ますが、お手元の資料通りに打ってみてください。そうするとファスト QC が実行できます、はい、このファスト Q があるのは1個上のディレクトリですね、はい、ここの1個上のディレクトリですね、はい、ホームディレクトリの中の AmiDF の中の NGS の中ですねにファスト Q ファイルがあるので、ここで実行してみてください。おそらく、これもほとんど一瞬で結果が出たのではないかなと思います。ピッ、はい、終わりました、はい、またまたちなみにですが、ヒトゲノムのこの10ギガぐらいあるファスト Q に対してこれやると1時間ぐらいかかります。はい、時間近くかかります。でこのファスト QC はのっていうソフトは、まあ、ある程度統計全部のリードに出してもやってますが、ほとんどの統計は最初の10万リードだけしかやってないというふうに聞いてます。ソフトのマニュアルに書いてあります。10万リードに対して統計取ってるよとか、
そういうふうに出ます。で、これ実行しますと、で LS しますと、このファストQファイルの名前とそっくりなディレクトリが1個出来上がりますと、その名前の .zip も zip ファイルも出来上がります。中身一緒です。ディレクトリも zip も中身一緒です。なので誰かに渡すときにはこの zip ファイルごと渡せばいいと思います。で今手元で見るときにはこのディレクトリの中に入って 1K の fastqc っていうディレクトリ出来ているので、ここに行きます。そうするといくつかファイルがあって、 fastqc report.html とか fastq データテキストとか summary.txt とかあります。で、この fastq データテキストを見てみますと、fastqc データテキストか、 fastqc データテキストをレスで見てみますと、いつやったとかどんな情報だったとか結果出てるんですが、5ダッシュ単側から1延期目のクオリティの平均、中央値、ボックスプロットですね、最小最大なんちゃらみたいな、 10% パーセンタイル、 90% のパーセンタイルですねとか出てます。はい、で5ダッシュ3ダッシュ単に近づくほど5延期分でまとめた結果とかなっちゃいます。これ5延期分でまとめた結果ですよね。はい、で、このモジュラー終わって、で次がクオリティスパーシークエンスクオリティスコアとかクオリティごとの分布とかあります。でこれらの文字情報を、グラフィカルに表現したのがこの fastqc report.html で、 Firefox っていうウェブブラウザがここに入ってるので、 Firefox でファースト QC リポート HTML と実行すると、Firefox がウェブブラウザーが起動しまして結果が見えると先ほどの、一番上のこの表はファイル名とか、ファイル形式とかリード数ですね。トータルで1000リードあるよと、 1K だよと、で GC コンテンツ 34% だよと、ちょっと低いですね。で長さが100延期、全て100延期のリードだよとか、そういう情報が書いてあります。で、5ダッシュ単1延期目から100延期目までの縦軸クオリティバリューですね、そのボックスプロットが書いてあります。でこれは 10% と 90% のボックスプロットですね、3ダッシュ単に行くほどクオリティが低い延期が混じっていることが、分かります。で次が、クオリティの値の分布ですね。ほとんど38点ですが、こういうクオリティが低い延期もいくつかあるよという情報です。で次に ACDT の割合ですね。 GC コンテンツ 50% であれば全て 25% なわけですが、今回 GC コンテンツが一番上にあった通り34なので、GC が 17% ずつぐらいあたりをこう上下してるはずですね。でこれ何が嬉しいかというと、例えばアダプターが混入しているとか1延期目だけ全部 A とか、そういった場合にポコーンとグラフがおかしくなるので分かります。これは GC コンテンツの分布ですね。で、GC コンテンツは統計的に正規分布するはずなので、正規分布からどれぐらいずれてるかっていうのをこれは赤い線で見てます。で、シーケンサーが読めなかった N がどれくらいあったかですね。各延期ごとにめったに出てこないんですが、よくリードを見てみると N って書いてある延期が時々あります。はい、で長さの分布ですね。イルミナのシーケンスは全て同じ長さで出るのでこうなります。で454とか PGM とかだと、結果のリードの長さがいろいろ違うリードがいっぱい出るので、いろんな長さの分布が出ます。でこれは同じ延期配列がどれぐらいたくさんあるか、重複がどれぐらいあるかというのを示したのがデュプリケーションレベルですね。ほとんど1なので重複してないよと、ごく一部20に重複しているものがあるよとか出ますね。でこれはある特定の配列がちょっとたくさん出ているねっていうのを示すもの でその特定の配列というのがアダプターとかプライマーであれば、これはもうすでに登録されているアダプターとかプライマーだよっていう情報があれば、ここに何々のアダプターですとか何々のプライマーですという情報が出ます。今回はそうではない。で K マーはある特定の5延期の並びのパターンですね。ちょっと偏って
いるので少し汚いデータですねこれは、はい、ということが分かります。あのポッシング、そうそうそう、今回ノーヒットとかってやつは結局どっかに情報がないそういうあの評価ができないはずですよね、はいはい、それはそのファースト QC のプログラムの中とかのどっかにそういう情報が含まれているか、はい、はい、書いてあるみたいで、ソフトの本体にあの埋め込まれているようです。ね、で、この5ダッシュ単はいいんですが、3ダッシュ単のクオリティバリューがあのまとめられてはしょられてますよね。5延期ずつとか、これ400延期ぐらいになると10延期ずつぐらいにあのはしょられ束ねられてはしょられちゃいます。でこれだと正しいクオリティバリューの分布がわからないので、あの、まあ、どうしても必要だという時は時々あります。あの偽陽性をもっともっと下げたいとか、かなり厳しく絞り込んでいきたいとかっていう、時にはあのあれなので物足りないので、いくつかオプションがありまして、ファースト QC のオプションの中で、このノーグループっていうオプションがあります。これやるとあの50延期を超えるとグループごとになるんですが、ノーグループオプションをつけるとグルーピングしないよっていう意味ですね。で延期が長いととてもグラフが長くなっちゃうので、そこはまあケースバイケースですけれども、あのちゃんと1延期ずつクオリティバリューの分布を見たい場合にはこのノーグループオプションをつけると、良いです。マイクすみません、お願いします。でこの全ての統計値を、毎日1万延期から取ってるということですか。はい、その1万、1000リードから1000リード分、1000リードだけを見て取ってるということですか。あ、まあ、今回は1000リード分のデータしかないので、まあ、それ1000リード全部で、あ、まあ、各リードが100延期の長さがあるので、そのファイル数で大きくなっても同じく1000リードだけを見て統計値を取ってる。いえ、ですね、基本は10万リードぐらいで統計値取ってます、はい、あとは、ケイマーコンテンツってあったんですけれども、はい、ケイマーコンテンツって、実際このリードのデータの質を見るとき、ケイマーコンテンツどうやって見ればいいんですか。ゲノム解析の場合にはあのケイマーコンテンツである誤延期の偏りがたくさんあると何かおかしいなと、アダプターが混入しているんじゃないかなとか、何かしらのエラーを疑います。ただ、メッセンジャー RNA 解析とかそういった解析の場合にはもともとメッセンジャーを読んでいるので偏りがある配列、まあ、GC、コンテンツが高いとかあると思うんですけども、そういった傾向があるので、まあ、たまたま同じ誤延期が出る、確率は上がるとは思うんですよね。下の段は無視してもいい。そうですね、まあ、まああるねぐらいの形ではあります。はい、はい、分かりました、はい、で一番我々が注目しているのはクオリティバリューの分布ですね。はい、そういうのを見てます。ノーグループで、今1個のファイルだけ指定しましたが、2番のファイル、あれ1、あ、場所が違うな、ごめんなさい、ここでやらないとファスト QC、F でファスト Q で、あ、ちなみに今ファスト Q ファイルに出してやりましたが、 BAM ファイルに出してもできます。この F で BAM って選べばいます。まあマニュアル、ヘルプでマニュアルに書いてあるんですけども、バムファイルに出してもかけられます。で 1K の ER の2に対してと 1K の SRR の1の1、あの複数ファイルを並べてかけます。 1K の SRR の1の2と、はい、そうすると今3つのファイル指定しましたけど、ちゃんと順番順番にやってくれます。はい、で実はあのマルチコアの CPU を持ったパソコンであれば、複数ファイルを指定して複数コアで同時実行もオプション上はできます。
この2の方を見ますと、ファイアーボックスで、ファスト QC リポート HTML ですね。そうすると今のノーグループオプションつけました。そうするとあのはしょられずにですね、ちゃんと1延期目から100延期目までちゃんとこう1延期単位でクオリティバリューの部分が出ます。はい、だいたいこう3ダッシュに近づくにつれ、クオリティの悪い延期が入っているということが分かります。赤線がメディアンですね、中央値ですね。はい、そうなります。で、ケーマーコンテントも結構ありますね。こういうなんだ GGCGC とか CCCTC とかこういうのがいっぱいありますねってことですね。あの普通のヒューマンのエクソームだとこんなに出ないのでおかしいなって思うんですが、あのこのデータであればまああり得るかなとも思います。はい、これはファースト QC の使い方でした。はい、で、はい、バムファイルでもできるっておっしゃったんで想像したバムファイルでやったんですけど、はい、今コンテンツの結果が変わってたんですけど、はい、バムファイルにやるとおそらくペアの情報両方セットで出るので、今は片方ずつ同士でやりましたけど多分セットになりますよね。はい、で変わるんですか、ケーマは。あ、本当ですか。はて、なんでなんでしょう。理由はわからないんですが、バムファイル作った時にクリーニングした後のファイルに対してバムを作ってたら当然あの綺麗になったものでやってるんですけど、そうでないと思うんですよね。クリーニングしてないとは思うので、なぜかちょっとわからないですね。なんですかね。はい、で、あのケーマーコンテントはあの ACGT の5つの並びなので4の5乗の、パターンがあるはずですよね。で、そのパターンがあの統計的にあのばらついてなくて偏っていると偏っていると出るんですが、ただ最初の1000行1000リードしか使ってないので偏りが偏るんですよね。はい、っていうんですかね。なので統計的にあの正しくないのは事実です。あの1000リードしか使ってないので、で数が増えるほど統計的にはちゃんとあの、まあ、平らになるので、対数の法則で平らになるので平均的にこうちゃんときれいにばらつくので、ケーマーコンテンツ出ない確率はあります。はい、もしかしたらそれが原因かも。2000に数が増えたのでちゃんと、はい、平均化されたのかもしれません。すいません、ちょっと僕覚えていかれ気味だったんで、あのさっきのバムのやつとの対応はよく分かってないですけど、ファスト Q で、見たケーマーとバムでも見れるということで、バムをこう入力として与えたものもできるということなんですね。はい、でバムの場合は結局マッピングした結果だから、元のそのファースト Q に入っているリードのやつと単にあのモノのセットが違うから、ケーマーの結果が違うという理解は間違ってますか。バムファイルは2000リード分入ってますというのが今言ったことなんです。今ファスト QC は、1番の方ペアードエンドの片方側だけでファスト QC かけたと思います。そうすると1000リードしか入ってません。でバムファイルはペアードエンドのマッピングをかけた後なので、つまりペアの情報なので2000リード入ってます。片側1000でもう片方側も1000なので2000リード分のデータ、片方は全く同じですけど、もう片方はもう1個のファイルの、結局その大元のそのファスト Q のファイルも、はい、なんかその1000個なり取ってるってことなんですよね。はい、でその1000個が完全にマップされたものをなんかそのファスト Q から取ってるのか、アンマップのリードを使ってるかどうかってことですね。そうでないと、セットとして完全に同じかどうかの保証ができないので、そのあたりなんですけ ど、そういうことなのかもしれないかなと思ったんです。確かにそれはありえますね。バムファイルに対してのファスト QC がマップ済みのリードに対してだけやってるかどうかは、まあ、調べないとわからないんですが、でもバムってマップをした結果じゃないんですか、これって。あ、実は そこなんですが、BWA でマッピングしてますので、アンマップのリードも含まれてます、サムバムには。でこれはマッパーとか設定によって違うんです。
膨大っていうマッパーを使うとマップされなかったリードは入りません。捨てられちゃいます。で、まあ、そういう傾向があります。でちょっと数字覚えてないので、まあ、また見たらいいんですが、あの IDX スタッツの結果ってあの覚えてますかね。サムツールス IDX スタッツで、ソーテッドのバムですよね。これでいい、星ってあってアンマップのリードないですね、1本も、はい、のでこのバムにはアンマップのリードはないですね。で、ない理由があのマップされなかったリードを捨ててるのか本当になかったのかはちょっと私わからないです。あのこのファイルを作った服部先生に聞かないとわかりません。はい、はい、なんかマッピングプログラムによってマップされたものを普通とかしないとか、はい、違う、あります、まあ、初期値ってですね、あのデフォルトで捨てるっていう初期値のソフトとデフォルトで捨てないっていう初期値のがあって、 BWA は初期値で捨てないので残ってます、はい。でサムの上の方にあの BWA の 0.7.10 でマップしたよって書いてあったので、おそらく捨ててないと思います。すいません、補足なんですけど、あの、先ほど質問であの IGV で最初からそのファイルを開けるかっていう質問があったと思うんですけど、それでその先ほどから IGV の、 あのウェブサイトの中でドキュメンツというところがあるので、そこを調べてみますと、その下にユーザーインターフェースという項目があって、さらにその中にスターティング IGV という項目があって、そこに、いくつかの引数を取れるというのが書いてあります。その中で B オプションというのがバッチファイルを指定することができるみたいなので、おそらくその IGV の中でそのバッチファイルとしてそのファイルを開くとかいうものが存在するんじゃないかなと思います。ただそれを具体的にどうするかまではまだ調べられておりません。ありがとうございます。今バッチファイルという単語をいただきましたので、 IGV バッチゲノムで Google 先生に聞いてみましたところ、ランニング IGV with a バッチファイルとかこのあたりの情報があるのかなと思ったんですが、これですかね。あでもそうか、うん、ここで指定できそうですね。 Example ゲノム HG は違ってあるので、もしかしたらあれ VM の後言っちゃっていいですか。ああいいです。ありがとうございます。あの先ほどの方がメールで私の個人にちょっといただいて、 igv.sh-g スペースゲノム ID っていうので一応リファレンスゲノムを指定することができると、つまり -g をやりたい だけど多分もともとその GUI 画面で見れるゲノムのものだけが多分それだと見えるっていうことだと思うんで、その自分の個人のなんかマルチファスターを入力として与えるというところでは多分ないだろうと。なるほど。一回読み込んでおけばもしかしたらできるかもってことですかね。今あの適当に MM9 っていうマウスゲノムを指定して起動してみようとしたんですが、いくかなあ。MM9.genome を探しに今行きましたね。あ、MM9 が出た。お、素晴らしい。ここにですね、ホームアドミン IGV のゲノムの中に、ゲノムの中に MM9.genome があれば、取りに行くんですね。はい。で、ホーム画面、ホームディレクトリの中に、ここに IGV っていうディレクトリがありますよね。で、IGV。で、一回起動してゲノム読むとできるんですけれども、IGV 起動できるんですけども、ここにゲノムスっていうディレクトリがあります。でここの中に HG は MM9 がありますね、はい。でユーザーディファインドゲノムス .txt、まあ、0バイトで空っぽですけども、こういうファイル置けそうですね。なので自分で作った俺様 .ゲノムを作って、でゲノムの指定で俺様を指定すればきっと、ね、俺様ゲノムが読めるというのがあると思います。
まあ、そこのディレクトリ上でダブルネットで、まあ、マルチパスを落としておいて、はい、まあ、勝手に指定する、はい、ただこのゲノムファイルはあのファストファイルではないんです。あのレスで見ようとするとバイナリーだけどいいって聞かれて、まあ、イエスにするとこのぐちゃっとこうなりますよね。専用形式です。じゃあそのマルチファスターが専用形式するのはどうすればいいんでしょうか。はい、それはあさって確かエクスポートの実行やらないんですけども、エクスポートボタンがあった気がします、はい、あの読み込んでおいて、あのファスタ配列は当然そうですし、遺伝子情報ですね、 GTF ファイルとか遺伝子情報も読み込んで、でドットゲノムファイルに書き出すというのをすると、配列情報と遺伝子情報セットでドットゲノムファイルが作れるということになります。はい、はい、なるほど、勉強になりました。あのメモっといてください、秋葉さんお願いします会社で使います、ハイフン G ですね。ヒストリーにしていただきます。ヒストリー、コマンドヒストリーですか。はい、はい、ヒストリーでヘッドでヘッドで、30行ぐらいでいいですか。はい、ピ、直近打ったコマンド30行分。ヒストリーコマンドを打つと、ヒストリーコマンドを実行するとあの過去打ったコマンドがザーッと出ます。ザーッと出ます。でザーッと出てもあれなので30行だけ今ヘッド -n で出してます。ヒストリーも習いましたか、ね、習いましたか。はいはい。で、ファスト QC のお話ここから始まってますが、あの口頭で説明しちゃったんですが、24ページ目のCD でファスト QC ディレクトリに入ってくださいと。でレスやるとこのファイルがありますねと。で、Firefox コマンドで起動すると見れますねと。でマークついてて緑だと問題なし、黄色だと注意、赤だと問題ありという結果になってます。まあ、参考程度です。で一番最初のこのファスト QC のベーシックスタティスティックスは、リード数とか実施コンテンツとかそんなあたりが書いてあります。で、パワーベースリクエストクオリティというのをよく見るんですが、この一番上のボックスプロットよく見てるんですが、あの3段下に行くとクオリティバリューが下がると。で最今時のハイセック2000とか2500とか1500とか使うと、まあ、かなり綺麗です。あの普通 の, あのよく使われているキットを使って実験やると大体綺麗です。ただあの変わったあの試薬使ったりとか、メチル化してバイサルファイド飼育したとかすごく汚くなりますし、マイセックであの長いリードを読むとだいぶ3ダシタンは汚くクオリティバリューは下がりますね。そういった場合にはクリーニングする、トリミングやクリーニングフィルタリングする必要があります。それをやるかやらないかをこれで見てます。はい、はい、はい。でまあ、あの我々の場合はこう公開データをダウンロードしてきて解析することもあるんですが、公開データなので汚い場合もあれば綺麗な場合もあるので、このファスト QC の結果はちゃんと見るようにしています。あの、はい、後ほど出てくるんですが、今日じゃなくて次回出てくるんですが、あの一文字目だけ全部 A とか T とかそんなやつが時々紛れ込んでます。昔のゲノムアナライザーというシーケンサーの結果だとよくありました、はい。でまあ、こういうクオリティチェックで、はい、ケーマーコンテンツの説明がちゃんと書いてありますね、はい、あの5塩基の任意の配列を取った時に割合を考えて偏りが、値が3倍と書いてありますね。で10倍だとフェイラーになると書いてありますね、はい、まあ、こういうルールがあるみたいです、はい、あの期待値というのがあの4の5乗の確率ので全体のリード数で割り算して何本あるはずっていうのが期待値で、で実測値があって、それが3倍だとあれってなって、5倍だとウォーニングで10倍だとフェイラーになるということですね、はい。でテキストファイルの方一番最初にあのレスで見ましたが、一個一個見ていくとあの、まあ、グラフの状態で見た方が当然直感的でいいんですが、グラフの状態で実際の数字を見て行くことはもちろん可能です、はい、はい、この数字を見て
あいくつだねっていうのを確認できます。でマッピング、この午前 の、 倉田先生ですか、ね、のお話でももうすでにご紹介あったと思います。一般的には100塩基ぐらいのショートリードを、ゲノムリファレンスゲノムにマッピングして、リファレンスゲノムが2003年に人の場合のリファレンスゲノムが公開されたからできることなんですが、当てていきますと。でそれぞれのリードやシーケンシングの精度がまだ低いので多数決で決めています。多数決で決めているので同じ場所を30回とか読まないと信頼できないということになります。で30回ぐらい読む、まあ、つまりデプスが 30×30 倍になると、リファレンスと同じであれば1個ぐらい2個ぐらい違っててもまあエラーだよねって言えますし、で全部が違う一文字だけ違っていたらそこはリファレンスと違う多形だよねということが分かります。はい、そうやって、というのが理屈ですと。で、リシークゲノムの配列のシーケンシングですね、ホールゲノムシーケンス、ホールゲノム WGS とかホールエクソームシーケンス WES とか、がリシークです。もちろんアンプリコンシーク PCR で、狙った位置を増幅して読むアンプリコンシークもありますし、まあ、いろんな手法があります。で、まあ、PCR でアンプリコンを使って増幅している場合と、濃縮キットですね、エクソンキャプチャーとかプローブで釣ってくるタイプのキャプチャーキットを使って濃縮する場合といろいろあると思うんですけども、これもいろいろあるです、まあ、ですが全部はDNA の配列ゲノム配列を読むのでリシーケンシングのリシック出ます。で、マッピングする手法としては BWA というソフトウェアと、まあ、膨大というソフトウェアが一番使われています。で BWA の前に MAQ というソフトが使われていました。でこれは同じヘンリーさんという人が作っていて、ま、MAQ を改善して BWA が作られているので基本は今 BWA が一般的です。で膨大1は、インサーションデリーションを考慮できなかったので、考慮できません。なのでゲノム解析にはあまり使われていません。膨大2は、考慮できるので使われることもあります。ただ BWA が、まあ、メジャーです。変異解析、ゲノムの変異解析では BWA がメジャーです。はい、他にも優勝ソフトでノボアラインとかいくつか優勝のマッパーもあります。で特徴も当然あって、で BWA は、ブラストの100倍から500倍ぐらい速いと言われています。マッピング速度がですね、その代わり精度を犠牲にしています。速度を2桁取ってるので精度が犠牲になってます。それは明後日ですね、ご紹介します。で RNA シークの場合ですと、マッピングするんですが、まあ、メッセンジャー RNA の配列を読んでマッピングするんですが、これは CDNA データベースにマッピングすることがもちろんできます。ですがそれやっちゃうと、スプライシングのバリエーションを探しに行けません。なのでメッセンジャー RNA の解析はゲノム配列にマッピングします。でゲノム配列にマッピングすると当然エクソンジャンクションがありますよね。エクソンとエクソンの切れ目、イントロンの部分がマッピングできません。配列が当然ないのでありません。でそれをちゃんと考慮してくれるマッパーがトップハットというマッパーです。裏では膨大が走ってますが、膨大2が走ってますけれども、まあ、これも明日やるんですが、普通にゲノムにマッピングしてマッピングできたものはエクソン内に収まって1個のエクソン内に収まっているメッセンジャー RNA の配列ですよね。でマッピングできなかったものはまたがっている可能性が高いということで、断片化マッピングですね。100塩基やったら最初の30塩基と後ろの30塩基だけはまた別にマッピングして、あエクソンの1番と2番のに飛んでたね、じゃあくっつけようってことをやってくれます。トップバッターはそういうエクソンジャンクションを考慮したマッピングをやってくれます。なのでエクソン1番の反対側、エクソン2番を飛ばして3番になっている場合もあると思います。そういった場合にはエクソン2番を飛ばしたスプライシングのバリエーションができてたねっていうことも検出できます。なので、CDNA データベースにマップするとそれが見つからないので、まあ、ゲノムに当ててそういう専用のスプライシングを考慮したマッパートップハットでやります。最近スターというマッパーも出てます。はい、出てます。で、これメチル化メチルシークですね、メチル化バイサルファイト処理したゲノムを読んで、マッピングすると CPG の、メチル化とか CHGH とかいろいろ、ソフトありますが BS マップとか、ビスマルクとかいくつかソフトがあります。はい、まあ、どれも完璧ではないんですがよく使われています。これチップシークとかですね、チップシークはクロマチン免疫進行で得た、
DNA 配列のマッピングは傍体1を使ってピーク検出が MAX 使うとかありますね、はい。で、アセンブリングですね、デノバアセンブリングや、あの RNA、 メッセンジャー RNA のアセンブリング等々あると思うんですが、まあ、ゲノムのデノバアセンブリングだとベルベットとかソープデノバとかアビスとかトリニティは RNA シグですね、はい、使います。でトランスクリプトム RNA の、デノバアセンブルはオアシスとかソープデノバトランスとかトランスサービスとか、まあ、トリニティがこっちに入るかな、はい、あの5色5字です、はい、こういったソフトがあります。はい、でデノバアセンブルもこれが完璧っていうソフトはありません。あのいくつかのソフトでいろいろなパラメーターを振ってやります。でベルベットはすごくメモリを食います。ソープデノボが、まあ、一番メモリを食わずに試せますが、ミスも、まあ、多いですね。そういう特徴があります。はい、で、公開されたゲノムデータアラビドプシスかなの、ホールゲノムのデータで、ソープデノボでアセンブルしたんですが、あの、パラメーターの置き方次第なんですが、メモリーを8テラぐらい食ってしまって危うくマシンが落ちそうになったっていうことがありまして、場合によっては8テラメモリー食ったりもします。パラメーターによってです。で、あの、そのマシンは16テラメモリーのマシンだったので危なかったんですが、そんなことがあります。でソープはメモリーサイズと同じサイズのファイルを2回出力するのでハードディスクもパンクしそうでした。あれは本当危なかったです。あの、とある会社の協力でやってもらったんですが、アメリカ本社にあるそのテスト用の16テラのマシン使ったので危うく落として世界中に迷惑かけるところだったので本当に危なかったって言われました。はい、担当の人に。まあそういうソフトです。でベルベットはもっとメモリ食います。その代わり精度は高いです。はい、なのでゲノムのデノバアセンブルは、あの、結構慎重にやらないとメモリを食っていつまで待っても終わらなくて、終わったと思ったらメモリ不足で落ちてたとかいうことがよくありますね。はい、でトランスクリプトのデノバは、あの、ガンとかで融合遺伝子探すときとかにもよく使いますね。あとはリファレンスゲノムがなくて RNA シークだけやった場合とかですね、はい、そういった場合の新しい種の場合によく使う手法ですね。はい、以上になります。はい、以上になりますが、何か全体を通してでも最後の部分でもご質問ありますでしょうか。はい、お願いします。多分いろいろな生物種もしくはいろいろなアプリケーションも解析されてると思うんですけど、やっぱりそのやるアプリケーション、例えば生物種に応じてやっぱり癖があると思うんですよ。だから、はい、これが万能だっていうのはやっぱりないんですよ。はい、その全ての例えばマッピングにしても、例えばアセンブリにしても、うん、やっぱりその、アプリケーション、その生物種にこう最適化するような格好でやっていくしかない、はい、今のところでこれからもきっと、おそらくこれからもそうなんだと思います。実はシーケンサーのバラエティも豊富ですし、ソフトウェアのバラエティも豊富で、やはり特徴が一応一旦あるので、まあ、ただゲノムの変異解析であれば BWA を使うというのは、まあ、今のところ世界標準です。でそれをひっくり返すソフトが来年あたり出るかもしれませんが、まあ、出なければずっと BWA だと思います。ただ BWA もバージョンアップしているのでどんどん良くなっていると思います。はい、あのポスト QC で最初の順番表だけで結構その時々あの偏りがあるということを言われるんですけど、具体的に結構なんか遭遇されたことってありますか。その最初の1万10万秒とランダムに10万秒とって、あ、こんなに違うぞとかって結構ありました。10万ぐらい取るともう統計的におそらく、あの、大丈夫なんじゃないかなって思います。代表してるんじゃないかなと、最初の10万行が、うん、で仮にシーケンサーの特徴として読みやすい順に読んでいくみたいな、あの、機能であればそれはダメだと思うんですが、シーケンサー次第ですよね。シーケンサーが、あの、まあ、とりあえず読めた順というか、あの、スライドガラス上の手前順とか、なんかランダムであればいいと思うんです。ですが、あの、場所上の偏りとか読みやすさ順だとちょっと。パス QC の10万行というのはランダムにシーケンスの
もうランダムに取ってる。ああ、ファイルの上から10万行だと私は思ってたんですが、そうですね。僕もそう思ってたんで。はい。多分オペレートしてると、例えばクローセンの、端の方とか、例えば上の方とか真ん中でこう偏ってくるんですよ。はい。うん、例えばインデンシティとか。だから、代表するとすれば多分ランダムにやるべきだと思うんですけど、うん、そうでもない。ランダムにやると毎回実行するたびに結果が変わるってことだと思うんですが、結果が変わるという印象はないです。はい。ただそんなに何度も試してもいないんですけれども。最初の10万行でなんか時々こうそういうのやると偏りがあるからやばいよとかって噂は聞いたことはなんか皆さんあると思うんですけど、それは実体験としてはないからまあ大丈夫そうということでよろしいですか。はい、もし何か問題があれば10万行で絶対分かるのでクリーニングしてからまた書けますし、大体もうほとんど、ルーチンでクリーニングかけちゃってます、まあ、ビフォーアフターは撮ってますが、生のパーセキュシーの結果 でクリーニングをもうベストプラクティスにあるような、まあ、大体これでかけるでしょっていう定番の QC をクリーニングかけまして、でまたパーセキュシーかけてアフターを見て、ああ綺麗になった、よかったよかったとか、ほとんど変わってないじゃんとか、そういったことを見ながら書いてきてるので、パーセキュシーの結果自体を深掘りしたことはあまりないです。以前はよくやってましたけど今はやってないです。定番の QC、まあ、多分ノウハウっていうところからと思うんであれなんですけど、まあ、コモンな、無難なところの、そのオプションの数値っていうのは、なんか、はい、アドバイスありますでしょうか。明後日出ますが、まあ、お手元の資料に書いてあると思うんですが、明後日用に。だいたい三ダッシュ単が汚いので、三ダッシュ単のクオリティバリューでトリミングする、刈り込んでいくと。三ダッシュ単側から1インクずつ捨てていくと。とか、リードを見たときに、クオリティバリューの割合が、まあ、クオリティバリューが20以上の割合が8割以上あれば綺麗なリード、それ以外は捨てるとか、そういったいろんなフィルタリングの手法が、クリーニング手法があります。20以上は8割で、昔は20、クオリティバリュー20だったんですが、最近は25にした方が良さそうとか、そういったことも言われています。で、昔は20以上が8割以上だったんですが、今は25が 90% 以上とかにした方がいいんじゃないかなとは思っています。そこはどこまで厳しくするかはケースバイケースだと思います。はい。